愛東歌、作品8には、ドイツの作曲家のヨハネス・ブラームスによって作曲された、混成四部合唱とオーケストラのための楽曲。詩は、フリードリ・ヒホン・シラーのネニアにより、詩の不可否性に関する嘆きを表している。ブラームスの友人であるアンゼルム・フォイエル・バッハの詩をきっかけとして作曲され、1881年に発表された。平均的な演奏時間は、 約15分、25小節よび149小節のソプラノパートの抜粋。同じ主題が用いられている。ブラームスは、1880年の春に、友人の画家、アンゼルム・ホイエルバッハの死に直面したことを契機として、本楽曲の作曲を始めた。ブラームスは、画家がよく、ギリシャ神話をモチーフとした作品を作ることに着目し、死を選択した。 1881年の夏に作曲を完成させ、アンゼルムのママ母であるヘンリエット・フォエル・バッハに捧げた。約10年前に書かれたドイツ・レクイエムと同様に、本楽曲は死を悼む人々を慰めるというアプローチを示している。タイトルのネニアは、ローマ神のネーニアに由来する語で、早々の歌を意味する。この詩は特定の人のためではなく、抽象的な 美しさの詩のために書かれている。この詩は、ギリシャ神話の3つのエピソードからなっているが、読み手が知識を有していることを前提としており、固有名詩があまり出てこない。第1のエピソードはエウルディケを、地下から救おうとするオルペウスを、第2のエピソードは、恋人のアドーニスを弔うアプロディーテを、第3のエピソードは、息子のアキレウスを、 主から救おうとするも失敗に終わるテキスを描いている。ありがとうございます。